3番目の私のセッションになるんですが、財政再建についてということをその自民党と民主党のまず党を代表する方に一応話をしていただきます。ただ今回の選挙の中でこの財政問題がかなり大きな争点になるというふうに私たちは思っておりますので、またここに関しても先ほどと同じようにこうディスカッション、総合のディスカッションを中心として、僕たちがそれに対して意見を質問していくという構造でやっていきたいと思います。では今日は2つのテーマで、さっきと同じように2つでやりますが、1つ目はですね、この選挙が終わるとすぐ予算を組まなきゃいけないという段階になると思います。自民党と民主党はそれぞれどのように予算を組んでいくのかということで議論していただきます。多分その予算の中身について、財源の問題、またその予算の組み方の基本的な考え方について、昨日シーリングの問題がその考え方を取れないという民主党さんおっしゃってましたが、じゃあどうしていくのかとか、そういうことを含めてですね、初めにまず議論したいと思います。それでじゃあ谷垣先生の方からまず10分以内ぐらいで、長いですか？5分。なんですか、財政再建の道をこう描いてるっていう。それはね、それ2番目に。2番目ですか。そう、財政再建はちょっと最後のやりでやりますんで、それよりも今来年度予算をどういうふうに組んでいくのかということですね。はい。ということをちょっと話していただきたいと思います。それじゃあ来年度予算の組み方ですが、私どもは昨日閣議決定したのが、いわゆるシーリングのあり方を閣議決定しましたので、基本的に私どもはそういうシーリングにのっとって、予算編成を進めていくということでございます。それで来年度予算を組むときの基本的な考え方ですけれども、まずその骨太の2006等々がありましたけれども、無駄を排除していくというような歳出改革を継続しながら、安心安全を確保するための社会保障の必要な修復をするという、安心と活力の両立を目指して、現在の社会情勢への必要な対応を行うというのがまず基本的考え方ですね。それでそういったことを踏まえて、この前骨太の2009というのを作りましたけれども、持続的な経済成長とそれから財政健全化の両立を図るという観点から、歳出全般について徹底した見直しを行って、真に必要なニーズに応えるための財源の思い切った重点配分を行っていくと、また国債発行額についても極力抑制していこうということであります。でそういうことでですね、今までと若干違っておりますのは、今まで骨太の2006を踏まえまして、5年間で社会保障自然増がある中で1兆1000億削減していくということを骨太2006の時立てましたけれども、いささかそれはもう壁にぶち当たったということでですね、社会保障については来年度自然増1兆900億ぐらいある予定でございますが、その自然増から切り込めということはしない、それは認めようということであります。そして同時にですね、社会経済緊急なんていうか経済危機対応等特別措置3500億というのを設けて、今までのようにシーリングという方式は社会保障を除きましてですね、公共事業費は 3% マイナス、それからその他費用についても 3%、それから私学助成、国立大学助成、防衛関係費は 1% のシーリング、科学技術振興費については前年度と同じということをしておりますが、そういったところに今の3500億の緊急対応枠で必要なことをやっていこうと。いうことでございます。それから社会保障についてはやっぱり無駄を排除するということをやっていただかなきゃなりませんから、それは無理のない範囲で社会保障については節約に努めていただいて、できた分は社会保障のさらなる充実に充てていこうということであります。ちょっと簡単すぎるかもしれませんけど、一応シーリングに乗っておりますと以上のようなことでございます。ちょっと
係というかですね、補正とその当初の関係を、ね、はい、ちょっと説明していただけますか。まあ、昔はですね、補正予算を必ず組んで、それは財源なんかが豊かな時は補正予算を組んで、それで当初予算でつけられないものをどんどんやっていくということをやりましたが、最近は財政が苦しいもんですから、このところ補正予算というのは本当に必要なものに絞るということをずっとやってきました。ただ来年度どうするかということについては、こういう経済情勢の時でありますから、経済情勢をやはり、その立て直していくために思い切った措置が必要だということで、平成20年度は2度にわたる補正を組み、今年も15兆でしたかね、補正を組んだわけでございますが、来年度についてはまだどうしていくかということは、それは臨機応変に考えなきゃいけないという以上になかなか申し上げられません。ただかなり今までの補正の中でですね、単年度では対応できないということで、まあ、麻生さんの言い方に従えば、今の経済危機は全治3年ということですから、それに対応するのに単年度ごとの短いスパンでものを出していると効果が出ないということで、まあ3年ぐらいその基金を積んでやろうということになっておりますから、まあ、それはそっちで対応するということだろうと思いますね。